正面ある。おい、じゃあもうちょっとや。女優か、お前黙れよ。お前は画角チェックやってんねん。画角チェックうるさい、黙っとけ。今から行くね。 BGM 流していい？あかんねん。お前素人か。 YouTube 全部使えんくなるやろこの動画。あんまうるさ始まってんねん。え、もういけてる。知らんねん、まだ画角チェックしてんねん。YouTube 毎回早しいよ。お前させされなあかんじゃん。お前はもういけるって。見て、指さすな、指さすな。お腹すいた、マジで。食ったやろ、あったお腹もう。ハッピーターのカス落とすな、お前。その辺の車に、お前。ボケ。あったかいもん食いたい。文句ばっか言うな、お前は。おらすぞ、お前、ほんま。おろしたら、しんちゃんの車を映す。あ、救急車って、待って、前見て。何乗ってる？二人。あ、じゃあ、大丈夫や。お前、消防車やろ、お前のやつ。あ、ほんまや。腹立つー。お前、イライラにくい。お前当たんねん。バイスラスだ、お前は。当たつから。でもな、ああ、しんちゃんのな、サムネな、うちの谷間めっちゃ悪くない？伸びるからやろ、それ撮ったら。あいつアホやからな、見たやつ。あ、もうしかおらへん、これ見たやつ、YouTube。まあ、あんなばっか伸び上がって、全身タイツよりおっぱいのやつ伸びやって意味やからやろ。お前の全身タイツとか伸びるよ、ほんま、腹立つ。なんでやねん。まあ、あいつは単純すぎやろ、猿しかおらん、ほんま、YouTube やってるやつか、ほんま。アホしかおらん。アホしかおらん。ほんまにめっちゃ伸びてるよな。ああ、なんかめちゃくちゃ釣ったろ、ってこれ腹立つから。ちゃんとあれやで、前向いて運転して。お前、水が下がってんやろ。あ、赤なっとか見て。え、見られへん。ずっと外せや。お前、電池あんまない。電池抜かれてた。なんも、ああ。電池抜いてた。ああ、ゴミ、どこ。自分でこんとこ作れ。そうそうそう、どうやって作れ。事故るやろ、お前の喋ってたら、ほんま。何が可愛いなぁ。お前ほんまるです。逃げや、逃げ。ちゃんと運転してや。人っちゅうねん、ボケ。エンジンが乗ってんねんから。レンタルゲインしてるじゃん、ボケ。お前ほんま見てください、こちらハートジュ。今日のタイトル、ドライブトーク。ドライブトークってさ、ドライブって夜にするんじゃないの？どっちって、どっちでもええやろ。そうなの。喉もう脳枯れそうやな。喉枯れそう。喉飴ない？ないかよ、お前。なんで喉飴欲しかったん？ちょっと一回進めようや、動画な。あの、うち運転バイスラスのやだから、お前ったら分際がボケ、ほんま。あ、ちょ、しんちゃん、なんやねん。クリスマス動画で動画面白いけど、くちゃら嫌やってしんちゃん言われちゃう。黙っとけ、ほんま。あいつらあんま見たやつ、ほんま。いつも毎回ええや、そんなもんほっとけ。ほんま最近変なことあるわ。まずゲスト、秋子も夏みかんじゃ。キモすぎやろ、お前。そういう時はツッコミな顔になってキモいね、お前。生きんな。でも一つ言っていい？今日は何で言ってくるのかなって楽しみ。もうコメント言われたね、昨日。風レモンばっかで帰ってくださいって。文句言うな。テーブル化粧してんねん。お前らすぐ文句言う。お前じゃあ YouTube やる。今日さ、ドライブじゃなくてさ、今日怒ってますね。怒ってますやわ。ドライブやったのに、また怒ってますや。昨日もな、お前携帯見ろ。写真撮る言うとっちゃうねん、お前。そんなもん曇っとし、お前のキャラゲーだね。まあ、まだ見んでええわ、動画。あの、まだちょ、そんな。ちょ、ほんま、束縛やばい。重いねん。でな。ちょ、待って、うちの携帯、チンチンとか置いて。置いて置いてんて、もう、おらもうこの動画。昨日もな、その、カットと一緒に帰ったわけよ。電車乗って一緒に。え、カットってさ、姫路出身？あいつ、甘や。あ、え、え、甘が先か。え、で、甘で降りたん。今からその進めんねん、話を。ほんならな、あの、タクがいつも昔からノリでな、ストーリーで、あいつがさっき降りるから、俺姫路やからな、降りるときに、あ、カップルみたいなバイバイ。あの、そうそうそう、やってくるわけよ。アドリブでな。で、こう、俺とストーリー。え、アドリブってさ、何もなしってこと？急にってこと？そう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 。うん。うん。ほんならな、ちょっと嫌な予感したんが、その、俺らってあの、四つの席座ったけど、向かいの、あの、はいはいはい、わかりますわかります。で、俺が2位座ったよ、俺とタクが。前2つ空いとったわけよ。タクが帰ったら3つ空いとったわけよ。あ、そうやな、はいはい。女子高生が3人座ったわけですよ。おお。まあ別にええと、それぐらいは。おう、まあ別にその電車みんなのもんやから。けど、その中でやる一発ギャグというかアドリブ嫌やろ。あ、じゃあうち女子高校生やと思って、今は。うん、で、行きます。はい、タクストーリー回します。はい、俺はだからあの、まあ恋はな、映らんけど、なー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 なめ。なー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 なめ。ってやったわけですよ。まあ、ええね、別に受けるためやったわけだから、女子高生がこう、プー吹いたわけですよ。まあ、笑ったと。まあ、笑って、俺も、あ、じゃあ、恥ずかしいからさ、ああ、まあ、すいません、すいません、あの、すいません、なんもないです、すいません、すいません、って。ほんなら、あの、知ってはってんてるやつ。だから、しんちゃんのことを知ってくれてたやつ、その人。あの、YouTube とかやってますよね、って言われて。まあ、それはいいと、そこまで。ああ、ありがとう、って言うや。もうそっから地獄ずっといじってくる、その3人が。ピエがアホみたいに。ストーリーこう撮ってくる。ええ、ウェ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 ウ
エビ君死んでる死んでる、あいつアホやろ、あいつ腹立つ。最初はいいで、最初5分10分楽しいからこっちもありがとうありがとうわーってやってますわ、わーでもピエロみたいになってます、あーって言って、うん、僕も楽しそうショーはそっからえげついあいつらずーっと回して何分ぐらい、え今だから40分ぐらい押しちゃう、ガチそうや、ずっと回してた向こう、回したり喋りかけたり、もうだからもうザアホな JK よ、だからそういうのやめよ、俺言うよそんな、じゃあお前今送った動画見てみろ、じゃあそれで決めるわ、うん、どんなことされてるか見ろ、まあ、まず俺がやったやつを見てほしい、あ、はい、なんでラジオ入ってんだよおよそ2キロ先、はいはいはい、これね、はい、次それ女子高生撮ったやつ、学校でも広まるかな思って、フォロワー22しかないアカウントであげんだよ、はい、そんなイケイケな JK な感じだし、お前ら22しかフォロワーおらへんけ、その22のために40分頑張ったわ、こうやってしかもフォローしてへんそいつあれだった、だからメンションも引用せんかったからコメントもせんかったわ、そのストーリーに対して、腹立つから、どうせ見てへんからな俺の動画も対して、めっちゃおもろい、ほんまあれだったわ、で俺がこれ繋ぐためにな喋ってたら、はいはいはい、めっちゃ喋りかけてくるやん、お前らが喋りかけてったからやろ、JK 好きなの、お前らブサイク黙っとけよ、まあ腹立つから全部使ってよ、今日腹立つからこれで、えキモいの撮れた、なにキモいのって、お前キャラいねんぞ、好きだったと思うけど、腹立つ、ほんまボケ、あー腹立った、だから昨日の夜しんちゃん激しかったんか、考えねえお前にやからやろ、お前もかぶせてくんな、もう終わりやん今日この動画ね、もう怒ってますね、一本おしまい、しんちゃんってそういうとこすごいよな、何がや、あの電車でだって喋りかけられたらうちやばいで、うなずくだけやろ、それやったらまあなんかあれかな思って、もうかわいそうってかもう冷たいかな思ってってことは下心あったってことや、あるわけないやろ、あんな JK ボカさんバカさん、気持ち焼いてくる、そうやな、あーイライラする、あんなバカ JK 3人でお前1匹加えてほんま腹立つわ、ほんまほんまあの3人も腹立つわ、めっちゃめっちゃ韓国人の男の子かっこよかった2番でアホちゃん、お前なんか相手されるわけないやろボケ、身の丈を考えろ、いやちょっと恋しちゃう、黙っとけ、そんな半日喋ってる、半日喋っては15分20分喋っただけで好きになってアホか、ほんまかっこいいとか言われへんかったしんちゃん、言われるかえ、でもな、あの、昨日な、ピンが帰ってきてから言っててんけどな、ああしんちゃんって、みたいな、かっこいいと思うねんけど、ああでも、どっちかというと、タクの方がかっこいいって言ってた。何がおもろいあいつ、それがお前のこと、ほいほんま。あ、前もよし、気持ち悪いんじゃ。よし、すな、お前もほんま腹立つ。いいよ、しんちゃん、今日生理前。あ、生理前ちゃうわ、ほんま。女の色々と一緒や。ほんま、かわいい、かわいい、じゃあ言ったるわ。お妹、かわいい、かわいい、言った。キャラに決まってるほんま思うわけだろ、あんなもん税金出して全部取ろう、ほんまキャラじゃ全部作ってやってんねん、こっちまた盛り上がるかな思って、だってさ、もうあ、可愛いって思うか、1ミリも思ってんわ、だってしんちゃんうちだけやもんな、可愛いと思うの、 お前もだからありがとう、バカ一匹増えんなお前、俺の会話に半分払ってない、通行券取っただけじゃん、ボケということで、お前は別に妹もそんな別に可愛い思ってへんから、うち得やなと思ったんは、ああ JK は無理って言ってたやん、怒ってたやん、で妹ちゃんも可愛いと思わへんやん、ああ思ってたら JK うちだけじゃん、なんかお前あありがとう、じゃあボーイキリしたい、もうキリしたいなってあ、もう終わり、今なんて言ったの、もう終わり、ちょっと思いっきりしたやから、もう終わり終わり終わり、あのお前もあれ1個切れてたやん最近、あ、言ったっけ、あれ動画で何言ってたやんか、もう、あ、うちさ1個あんねん、ドライブしながらこうやって触んな運転じゃあんま暴れてへんからって、え、でもさカップルでこうやってさ繋いでさ運転する人おんで、もうアホやねんえ、でもしたことある、あ、ないわ、アホやねんダッサ、まああんのけじゃない。
何やねんお前、童貞かもいけねん、もしもしねえ、アホやろ、こっち。うちは最近まあ怒ったことは、怒ったことあるやろ、1個ぐらい。なんかうちは結構しんちゃんに怒ってること結構いっぱいある。なんで、うん、なんでって言い方ちょっと合わない。じゃあもうな、あんまもういやー、そろそろそれ始めたい。しんちゃんマジで他の女の子を見てるだけでイライラしちゃう。はあ、ご飯食べてても横目で女の子おったりとかして見ると嫌や。お前が、俺が、お前が。お前は春と何だ、だって言ったもんな、この間のアンチコメのやつも。昨日言った、しんちゃんが言った。しかとりあえず、うん、まあまあそんな感じがありました。てか、あの俺前から思うけどさ、昨日もさ目結構写真撮ったやんか。はい、ファンの方とやろ。そう、梅田とかで。お前らマジフォローせよ。うちは結構メンションしてくれてる人見て、うん、フォローしてくれてた、ちゃんと。なんで俺だけせえねんポケ。なそれどういう気持ちなんやろ。そうやね、メンションまでしてんのにさ、で俺らアカウント一回見てるわけやんか。あ、見てる。めっちゃ動くな、これ大丈夫、こんな動く。え、ほんまだって見て、ここ粘着が。やばなってるやん。ちょっとハプニングやねん。ほら上目にしてほらな。なあしんちゃんお腹すいた。マクド行こう、ちょっとドライブする。マクド、うちマクドやったら絶対見てる、焼き場がいい。怒ってる侍だけ垂らして。もうなんでお前その顔やねん。コンセプトちゃうやろ。あ、じゃあ谷間か。アホか。お前どんな靴ちゃいとんでんだから、お前それ。あ、今日うちママの靴で来てん、あの一緒に行かないから。お前おかんもおかんやな、お前天ヶ崎ですぎやろ、お前。え、ちょ、おしっこ行っていい、ちょ、ま、長い注文があるやろ。ボケ、危ない、ボケ。私俺って飯食ってないからな、めっちゃお腹いっぱい。お前が大きいからハッピーターン食っとからやろ、グミとハッピーターン。お前マジ何でできとんねん、お前の体ほんま。え、見るじゃ、触ってください。キュー、ちょ待って、おしっこ行きたい。じゃあ、そのまたに手をやめろ、キモいから。あ、やめて。あ、来ました、ドライブスルー。はい、来た。はい。あ、うちアイス。何がいい、オレオクッキー。あ、それ超オレオと普通のやつある。普通。当たり前に打つよ、もうね。すいません。よし、中心。取れてるやんな。投げて取れてるか見て。あ、これでいけるわ。あの、画角間違えてた。めちゃくちゃ近くなってた。すまんすまん。しっかりしろや。お前、文句ばっかり。お前、画角しっかりしろ、ほんま。文句ばっかり。はぁ、お待たせいたしました。ご注文お伺いします。何、しんちゃん。ちょっとすいません、バックフルーリーのオレオクッキー一つ、チキンナゲット一つ、バーベキュー、バーベキューソースで、あとポテト。んちょ、なんだサイズなんぼ。ありがとうございます。はぁ、疲れるわ、あいつはほんまに疲れるわ。疲れるわ、疲れるわ。あー、しんど。待ち時間ということで、ちょっと一つモノマネやりますか。マイクパフォーマンスで何を言ってるかよくわからない長州力。おっ1000と270あります。トマトです。なんかさ、カップルのデート動画みたいじゃない。キモいね。開けて。お前開けろって運転してねえか。なんでマジの素人やけお前。何が、お前だって普通はお前ここに広げていくねん、ジュースを置くねん、運転しとく人のために。まずジュースを置くねん、ストローぐらいさせ、お前は。お前マジで横でおらおらうんだ俺、お前びっくりした。でお前な、真ん中に置くってことは知らんの。いやいやいや、伸ばすぎやろさっきから。お前真ん中に置くってことは知らんの。映画館の練習。映画館も真ん中に置く。これ取って、この子に取って、うん、俺取って、早取って。いや、ちょっと止まれへんって。あ、さっき、いた。お前死ぬぞ、お前。あ、この人初心者や。ちゃ何、初心マーク、初心者マーク間違いんな。あ、そうなんや。上司内だけは黙っとけ、お前。てか、誕生日の時何してた。生配信してた。え、ガチで。うん、みんなにお祝いしてもらってた。それあんま誕生日興味ないねん、ただの日にち。うちはめっちゃ誕生日大切にするタイプ。なんならお前あれちゃん自分で開くタイプじゃん。誕生日会とか。いや、自分で開くっていうか、まあ結構家族で頑張るタイプだから。それええことやな、この年でもさ、家族にさ祝ってもらうなんて言うの。まあ分かる分かる分かる。これのおかんとか普通に誕生日忘れとかね、俺の誕生日。配信のケーキ買いに行ったよな。俺今日ケーキ買いに行かなあかんねんだ。なんでなって言われたもん。いや、俺誕生日は今日。ああ、ほんまやって言われるから。忘れとったって言われて。親父もそう。あ、お前誕生日か。めっちゃいい家族やん。あ、だからええで、全然いいで。
超フラットやから。いや、うちらって似てる部分もあれば似てない部分もあんねんな。うん、似た部分ないけどな。あるやん。ないけどな。いやらしいとことか。はぁ、いやらしいの。始まった。うわ、スプーンもう一個もらえばよかった。お前の関節切ったマジで。ええやで、うちは関節切ったら切りせんから。つけへんと止めとらへん。キモーフー。一旦終わるな。結構取ったやろ、もう。今からは、ちょっとだけどっかに休憩して、スキー行こうか。なんで休憩するの？え、で、すぐ、ドライブするの？あの、違う、あの、フードコート行くやろ。あ、そういうことね。休憩って勘違いしてた。ごめんごめん。やっぱ、こういうとこなんすよ、やらしいとこ。まだ昼の2時ですわ。言えや！天然から。お前が言おうとしてたよ、もう口もぐ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 してた。いや、けどあんま浮くとったらかわいそうなこと言うすろうとしたで。あ、いや、その気遣いね、うちいっぱいあるから好きだし。腹立つわ！ありがとうございました。はい、チャンネル登録、高評価してね。バイバーイ！大好きだからね。誰に言うてんねん！